健康勉強会第9回目日本 IBM が、従業員の医療費削減プロジェクトっていうのを立ち上げてですね、ほうほうほう、で今回非常にそれに成功したっていうことで、メタバとか言いましたね、今言わないですけどね、あ言わないね、ああいうアホな話になったわけですけどね、うん、お腹周りをね測って、うん、何センチ以上はもう痩せないと首にしますよみたいな、今言われないの？今言わないですね。あれはあまりにもアホすぎてですね、あんなもんで健康が維持できないというのは分かったんでしょうね、うん、でもあの頃は大真面目でやってましたよね、なんかね、うん、なんか生活指導までされてですね、嫌みたらたら言われてですね、痩せなかったらクビにするぞぐらい脅された人たちがいっぱいいたみたいですけども、あんなことしても全然医療費が削減されたっていうことはできなかったわけですよね、うん、ですから今メタボなんてあんまり言わないですよね。 IBM はこれじゃ何をやったんですか？ですから IBM はですね、うん、航空内に着目したんですね。静岡航空、あ空港、あ違いますね、航空、こんな航空内です。放射能がすごいみたいですよ韓国今。なんで？原発で出た放射性廃棄物をコンクリートに混ぜて、うん、これでアスファルトにしてるみたいですね、あの国は。へえ。もし外貨カウンターを持ってらっしゃる方はぜひ韓国に行ってですね、うん、外貨カウンターを持っていくと福島の第一原発と同じぐらいの、うん、あの数値が出るっていう。へえ。じゃあがん治っちゃうかもしれない。そうですね、行ってすぐ帰ってくればいいですけれどもね、ずっといると。でもだから、うん、韓国やっぱりちょっと調べてみていただければ分かりますけど、甲状腺が非常に多いと。あそうなの。へえ。僕韓国はそんなこと知らないじゃないですか、うん、ただ飛行機の上に行くと、うん、その放射線がどうしても強くなるんで、うん、上がるよっていうのは話は聞いててですね、うん、これ外貨カウンター、これ外貨カウンターですけど、うん、それでおおすげえ、やっぱり飛行機の中放射線量多げんだなんて言って喜んでたのは動画撮った思い出があるんですけど。おそうなんだ。ほいで僕韓国もずっとこの時計して歩いてましたけど、うん、なんかそう言われてみればなんか韓国高かったようなイメージがあるんですよね、なんか今言われてみると。へー。なんかそんなに関心なかったからあれだったのかもしれませんけど、もしかしたら非常に、うん、あの放射線が強いのでね、うん、韓国旅行へ行く場合にはですね、ぜひ外貨カウンターを持って。外貨カウンター、最近どうですか放射能？これだいぶですね、あでも今日は高いですね、 0.07 マイクロシーベットですね。へえ、素晴らしいね。震災前は、0.04、まあ、この辺は 0.04 って言われてたんですね、うんうん、で今 0.07 ですから高いね。やっぱちょっと増えてますよね。うん、これで一時はやっぱり 1. 点いくつっていう時もありましたね。0.09 とか。話戻して戻しました。IBM は何をやってるんですか。さあそれで、うん、IBM がしたのは、うん、航空内をケアすることによって、うん、医療費を削減できるんじゃないかっていうことに着目をしてですね。しっかり歯磨けってことですか。そうですね。まあ歯はね多分ね皆さん磨いてらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども。うんうん、正しい磨き方ができてるかどうかっていう問題があるわけですよね。で、まあ、その歯磨きの仕方はまたねお話ししますけど、その IBM がやったのはデンタルフロスって言うんですか、クロスって何ですか、フロスですか、うん、糸ですね。そう、糸ですね。デンタルフロスっていうのがありますよね、うん、持ってるよ俺。あ、使ってますか。使ってるよ。あ、これは素晴らしい。デンタルフロスとあとブラシのやつ、歯間ブラシ、歯間ブラシですね。あれも毎日使ってるよ。今100均でもいろんなねちょっとね変わったのも売ってますけど、うん、そうで、うちの奥さんなんかはあの下ベラをこう、ああこんなねおしゃもにじみたいな、あれがめんどくさいから俺は使わないんだけど、うん、奥さんやってるよね。やっぱりね、そうやって気をつけてらっしゃる方はね、いろいろ、うん、まあやっぱ口臭の問題にもあるでしょうから。どうせ 歯ブラシでやりゃいいじゃんって俺は思ったんだけど、それ専用のブラシがあるんだよね。はい、はい、そうですね、うん、よくわかんない。そう、そこで、IBM さんはその、従業員にその歯間をきれいにするっていう指導を事、うん、細かに指導されたらしいんですね、うんうん、そうしたらですね、うん、ですね、医療費がどん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 こう社内の下がってできてですね、でなおかつ業績がどん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 こう上がっていったと。で、まあ、こういう結果がなかなか普通の企業は出せないので、うん、
非常に注目をこれから集めるんじゃないかという、ね、記事が載ってましたけれども、やはり航空内っていうのはやっぱりね、非常にこれからやっぱりもっと真剣に皆さん考えてケアするっていうことですね。あの介護施設なんかは特にそういうところすごい気をつけるよね。航空内ケアをやらないと肺炎になって亡くなるご老人が多いもので、なんか菌がいるんですね。そうやっぱりね、あの年取ってくるとね、歯磨かなくなるみたいな。そうです、うん、余計に高齢の方は、僕朝起きたらね、歯磨く前にシャワーあるじゃん、シャワーがね、あの顔洗うとこにシャワーがあるんだけど、そこで口の中ガーッと洗うんですよ、で口の中を最初ゆすいで、で顔を洗って頭もちょっと洗って軽くで、お水を後から飲んで、でご飯食べて、その次にあの歯磨きするんですよ、で歯間ブラシは夜寝る前ですね。ああいいですね、そういうペースでやって、お風呂場でやればいいじゃないですかね。歯間ブラシ、歯間ブラシはお風呂場ですね。ね、それで夜寝る前にね、そういうふうにして、そうですね。で歯はね、前はね一生懸命磨いてたんだけど、磨きすぎで、あのエナメル質がね出てきちゃうとすっごい染みるんですよ、で歯医者さんに行ったらね、あの磨きすぎですって言われて、あのちょっと歯ブラシが歯に当たるだけで十分なんで、あんま磨かない方がいいですよとか言われちゃって、だからあの歯間ブラシでねやったらどうですかっていう話だったんですよ。そうですね、歯そのものはそんな磨かなくていいみたいな。あの愛先生のところもね、うん、僕時々行くんですけども、あそこの愛歯科さんね、愛歯科さんね、うん、あそこも綺麗な女の先生にちょっと見ていただいた時には、歯間ブラシを使ってくださいみたいな、ああそうですよね、ね、そういう指導してましたけれども、うん、だから歯医者さんもね、昔はブラッシングって言ってましたけど、今はね、その食べ残しがなければいいんだよね、細菌がたまらないようにしておけば、そうですね。ですから、まあ、あの一番手軽で今100均なんかにもね、うん、いろんなその歯間ケアのグッズが100個100円ぐらいで売ってるのがありますんでね。